はいどうも、テケテケです。一つで今回はメンテ明け、ちょっと細かい部分ですね。チェック項目あるんで、本当に簡単に駆け足で説明していきたいと思いますが、まずはメールボックスですね。の中に今日、はい、こちら、クリスマスの贈り物にてイベント終了後にもかかわらず、ずっと赤ポチが表示し続けてしまったことに対するお詫びとして、はい、願いのプレゼントですね。100個新たに追加されてますんで、はい、これですね。全員メールでもらえるんですが、クリスマスの贈り物イベント、使用期限が今日までになってますんで、これ忘れずに大急ぎで今日今動画見た方は、遊園地プレゼント、願いのプレゼント、交換しておくようにしましょう。うん、交換できないな。え、どういうこと？あ、できたできた。あ、一回落としてまた入ったらできました。とりあえず今回の動画これメインですね。これだけ取り急ぎ今日中に必ず伝えておきたかったので動画収録しました。あと細々したところとしては、まあこのアイコンの下ですね、スクロールしたところに星の羅針盤なんかが隠れていたりするので、はい、ついでにこれも意識づけとして伝えておきますね。はい、あと細かいとこですが、おそらく今回のメンテ明けからだと思うんですが、高級育成炭、はい、これが雑貨商のラインナップに追加されてますね。確か前までなかったと思うんですよね。ちょっと記憶が定かじゃないですが、はい、高級育成炭が出てきましたね。はい、ちょっと試しに検証サバで旧育成炭銀貨のやつ出てくるか見ていきますか。まあ、銀貨はなさそうな感じですかね、見た感じ。まあ、原宝で高級育成炭買うのはおそらく誰もそんなにモチベーションないと思うんで、まあ、銀貨で交換できたら手出す人ももしかしたらいるかもしれませんが、銀貨なさそうですかね。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、しばらく連打してみましたが、とりあえず1回も銀貨での高級育成炭交換はありませんでしたね。まあもしかしたら無限回やったら出てくるかもしれませんが、まあとりあえず覚醒炭とかと比べたら全然出てくる頻度は少ないということで、まあ原宝だけかなと。そうなるとあんまり実用的なアイテムの追加にはなってませんね。まあむしろちょっと枠圧迫しちゃうんで邪魔かなといったところですかね、これは。はい、あと最後にこれ、今回のメンテ明けとは関係ありませんが、まあ、せっかく短い動画なんで一緒に詰め込んでアナウンスしておきたいと思いますが、このディスコードでちょっと前にアナウンスされていた放置少女年賀状企画ですね。ディスコード内の年賀状チャンネルっていうところが開放されており、はい、ここに正月の年賀状イベントで投稿した年賀状のスクショを取って貼り付けることで、はい、貼り付けた人の人数に応じて、まあ、原宝だったり高級育成炭がもらえると。まあ、最大で1500人集まった場合には500原宝と B 級育成炭が300個ゲットできるということで、はい、こちらおそらく今もう忘れ去られてるんじゃないかなということ で、しかも人数見てみたら、はい、こちら放置少女のディスコードの左側の年賀状っていうタブですね、はい、ここのチャンネルから、まあ、こんな感じでみんな年賀状のスクリーンショットを投稿してるんですが、はい、これ試しに、はい、ここチャンネル内検索で年賀状イベントを見てみるとヒット件数が210件だけなんですよね。もうかなり足りていないと、はい、ことでゲーム内の年賀状のスクショ取ってここに貼り付ければいいだけなんで、期間1月10日の12時までになってるんで、みんなで協力して500人ぐらいは行きたいですね。これも気になったんでついでにアナウンスしておきます。はい、とつで短いですがちょっとしたメンテ明け後の報告でした。はい、それでは。